はい、皆さんこんにちは。ギガのジュラシックワールドへようこそ。さて、今回もジュラシックワールド出ていくんですが、その前に、ちょっとお知らせさせてください。僕はですね、セカンドチャンネルですね。今のチャンネルではなくて、セカンドチャンネルを持っていて、まあ、だいたいこういった、まあ、ゲームの、モッドとか、ハックですね。まあそちらの、まあそういった系統の動画をね、主にアップしているんですが、まあなかなか、セカンドチャンネルということで、なかなか最初の、まあまあ、伸びが悪いということもあるし、まあ実際このメインチャンネルがもしね、何かの拍子に潰れちゃったりすると、まあセカンドチャンネルの方に移行することになるので、そちらの方もね、ぜひぜひ、登録の方をね、お願いしたいと思います。はい。まあいろいろゲームの、ね、まあ、モッドとか、ハックとか、まあ、僕、ゲームの、そういうハッキングとかね、そういうのが大好きなんで、まあ、そういう系統のね、動画を本当にアップしているので、まあ、楽しんでいただけるかなと、まあ、そういうことが大好きな、人というか、そういうのがね、結構見るのが好きっていう人には結構刺さるかなと思うので、ぜひぜひ、チャンネル登録お願いします。右上のカード、もしくは動画の概要欄にセカンドチャンネルの、アドレスですね。そちらを載せてあるので、そっちからお願いします。はい。ということで、今回もジュラシックワールドやっていきたいと思いますが、今回リクエストですね、また。まあ今は特にお知らせがね、ないので、特に新キャラクターとかないので、リクエストですね。はい。今回ね、新聖霊なんですね。なかなか人気ないけど、まあ大丈夫かなって感じですけどね。まず、ティタノボア。はい。そして、ギガントフィス。そして、ディロフォボアと。いうことで、ヘビ尽くし。という感じですね。はい。こんな感じの構成でございます。これどうなるんだろうな。新世代だけでのバトルなんで。おー。まあ、洞窟類しかいないんでね、こっち。サバンナが出てくると、ちょっとまずいなという感じではありますね、正直。インドリコセロス。さあ、何もしてこなかったんで、ティタノボアはね、ちょっと、まあ、ティタノボアと、ギガントフィスはね、ちょっと、ステータス的に弱いので、ため役になってもらおうかな、と思います。さあ、4からまだ何もしてこない。おお。まだ何もしてこない。2ガードしている。ちゃっかりガードしてるんかい。はい、5からの、何も来ないんかい。悩むな。何も来ない。ここまで来て何も来ないとか。ちょっと悩むな、正直。じゃあもうぶっ放すか。8。5入ったな。これどうだろう。いけるかな。ぐるぐるぐる。ガブリ、おっしゃ、いけたわ。さあ。さあ、おー、このクリーチャーの、アンドリューテリウム、ハイブリッドの、アンドリューテリウム、まあ、こいつもかっこいいよな。顎のトゲとかね。6からの2。はい。ということで、ギガントフィス。で、またマックス貯めます。はい、6からの、6。いいね。わかりやすくていいね。さあ、ディロフォボアの登場です。さあ、めっちゃ強いね、こいつは。こいつはめちゃめちゃ強い。そして、なぜか、ギリギリ、なんかその、1アタックでは足りないっていうこのもどかしさ。歯がゆさって感じですね。さあ、ティラコレオ。
もうこれは勝ちゲーですね。もう有利なんで。勝ったな。さあ、マックスで締めるか。はい。ディールホーバーのマックスアタック。ぐる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 っと来て、ガーブリド。はい。まあ、なかなか新世代だけでのバトルっていうのはなかなか、まあ、久しぶりかな。最近なかったような。おぉ。アンフィキオン。こんなやつも、なんか育ったことないな。はい。ということで、モッドバトルの方。こっちだと、なんだろうな。もう、ほぼほぼ、恐竜とバッティングするんで、負ける可能性も十分にあり得るんですけどね。はい。まあ、とりあえず、猛毒のコブ2枚でいきましょうか。はい。ディロホーバー先頭でね。おー、インドラプトル第2世代。もっと禁止が1匹いて、まあ、インドラプトルの、このアーマーは、まあ、あんまり、弱い方のアーマーなんで、そんな怖くないかなという感じですね。はい。1万の体力。まあ、まずアーマー剥がすためにこれをかますか。とりあえず。タフな肌。まあ、アーマーがあっても強いね。おぉ。猛毒とかさ、ヘビーにちょうどいい名前だな。お、2匹連続で死んでいったぞ。これは強いな。もうこれ余裕の勝ちゲーだな。もう余裕やん、これ。ほら。バッコーン。はい、やりましたね。特に何も苦労することなくサクッと。クリアできちゃいましたね。はい。おー、ディプロタトルゲット。一番僕のね、ボスを除いて両生類での、まあ、レア枠でのね、一番の推しのキャラクターというか、一番好きですね、この両生類が。ディプロタトルかっこいいんでね、ぶっとい極太の黒い角がね、いかついです。はい。てな感じでリクエストお答えしてきました。はい。まあまあ、再三になるんですけども、最初に冒頭でも言った通り、まあ僕はセカンドチャンネルをね、今、作っていて、まあそれをね、まあ、ゲームのモッドとかハック系ですね、そちらの動画を主にアップしていて、更新頻度もね、結構高いんですよね。1日とか2日に1回とか投稿してるんで、とりあえずね。はい。まあそういうのが好きな方とか、あとは、ま、このメインチャンネルがもし何かしらのなんか問題があって、もしメインチャンネルが使えなくなったっていう時には、セカンドチャンネルでジュラシックワールドの動画もアップすることになるので、ぜひぜひ登録の方よろしくお願いします。はい。という感じですね。まあ、なんかまた新キャラ来るのを待ちましょうか。期待してね。この新しいシーズンって言ってるんで、まあ、何かしら来るんでしょうね。はい。ということで今回はこの辺で終了したいと思います。またね。